昔一度コストコデビューしたことがあるんですけど、量が多すぎて使いこなせなくて退会したんですよね。今回はビーガン食品を目当てにコストコ再デビューしたので購入品をご紹介します。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして愛犬リオ娘15歳とちびっこマイティ11ヶ月歳です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みになります。私は今ビーガン移行中で、お肉やお魚はだいたい2ヶ月ぐらい食べてないんじゃないかなと思うんですけど、近くのスーパーではビーガン食品があまり売ってなくて、お料理も苦手なので、ちょっとでもね、日常のビーガンご飯を手軽にしたいなと思って、今回意を決してコストコデビューしました。最悪自分のライフスタイルにコストコが合ってないなと思ったら、1年以内であれば入会金も戻ってくるそうなので安心です。ただ大会後1年以内は再入会できないので、その辺はご注意ください。コストコを選んだ理由3つ。1つ目、ビーガン食品がいくつかある。2つ目、オーガニック食品が多め。3つ目、バルク買いできるのでお値段がリーズナブル。ネットの情報なので確かかどうかわからないんですけど、コストコの食品はほとんど利益が出ないぐらいなんですって。じゃあどうやって利益を出しているかっていうと、それが私たちが毎月払う会員費なんですね。それによって安定した収益が見込めるというシステムらしいです。前回ね、コストコ入会した時にその量が多すぎて食べきれずに失敗してるので、今回は絶対消費できるもの、必ず食べるよっていう鉄板アイテムを中心に少なめにセレクトしました。それでは早速買ってきたものを紹介します。それでは早速コストコで買ってきたもののご紹介をしたいと思います。一番欲しかったのはこのビーガンスプレッド、マーガリンみたいな感じのものでパンに塗って食べるタイプのものなんですけど、でこちらに書いてあるようにベジタリアン&ビーガンの方向け、グルテンもフリー、ビタミン D も入ってる。これ迷ったのはですね、内容量1キロなんですね。かなり大きめの容器に入ってるので、もう結構ねかさばるし、どうしようかなと思ったんですけど、豆乳マーガリンを買った時に量も少なくて、あとクール宅急便で出てくるので、それだけを買うために送料が商品の何割かになってしまうっていうこともあって、こちらの方が断然お得だなと思って今回買ってみました。1キロ入って548円なのでかなりお買い得の商品です。これね、美味しいといいかなと思ってるんですけど、また次回のコストコビデオで紹介したいと思います。 NEXT、先ほどのビーガンスプレッドに続いて今度はベーグルです。ベーグルは今ベーグル&ベーグルのベーグルを食べてるんですけど、こちらもおそらくビーガンベーグルだと思って買ってみました。これはこの2つセットで味が選べるんですけど、これプレーンとブルーベリー、この2つ合わせて680円なので大変お買い得の商品です。ベーグル&ベーグルだと1つの商品が190円とか200円ぐらいなので、1個のね丸いこのこれ1個で200円なのでね、それを考えてもかなりお得ですよね。だから美味しかったらリピートしようと思って、とりあえずこの2つセットが最低だっていうことで2つセットを試ししてみます。これも次回のコストコ動画で味の感想を紹介したいと思います。次はオーガニックパスタです。これね、結構重いぐらいどっさり入っていて、 500g 入りのものが 1,2,3,4,5,6,7,8 8個ね入ってます。上に4個、下に4個、8個入ってます。でオーガニックの商品だったんで購入しました。実はね、こちらの商品を買う時も迷ったのが、ちょっと太麺なんですね。うちは細麺が好きなんですけど、こちらは確か 1.9 の太さで
ちょっと太麺なのと、なので茹で時間もね11分とちょっと長めです。でもまあパスタはいっぱい食べるし、かつオーガニックのパスタです。近所のスーパーで売ってないので買ってみました。まあ、美味しくなくてもちょっと頑張って食べきろうと思ってます。そしてじゃじゃん、こちらはガーリック、ニンニクです。907g なんで約1キロですね。こんなたくさん入ってて、網網の袋に入ってるんでね、さっきからそのニンニクのカスが止まらなく出てます。ニンニクも結構たくさん使うので、そんなにね早くダメになるものじゃないし、ちょっと多いかなとは思ったんですけど買ってみました。もうニンニクってどんくらい持つんでしょうかね。結構持ちますよね多分ね。こちらはね残念ながらオーガニック商品じゃなかったんですけど、ついつい復活コストコツアーということで勢いづいて買ってしまいました。しかもねこちら 907g 入って298円なんですよ。安いですよね。アメリカ産のガーリックです。続きましてパスタソースです。オーガニックのカクランドのブランドのパスタソース、マリナラソースになります。こちらもオーガニックで、かつ表示を見たら見てください、有機トマトミックス、有機トマト、有機トマトピューレ、食塩、有機玉ねぎソテー、有機玉ねぎ、有機オリーブ油、有機バジルピューレ、食塩、有機ニンニク、有機ニンニクピューレ、有機バジル、有機胡椒ってなってるので、ヴィーガンなんですよね。だから時間のない時とかパスタソース作るのめんどくさいなっていう時にいいんじゃないかなと思って買いました。これはね3個セットで売っていて、1個がね結構大きめな瓶ですよ。大きめな瓶で容量はどれくらいなのかな、 907g です。3つセットで1398円です。お買い得ですよね。これは忙しい時の便利アイテムになりそうです。 Next! 次はエクストラバージンオリーブオイルのオーガニックのものです。結構大きいですよね。2リッターの商品で1498円です。うちはねオリーブオイルが基本のオイルとして使ってるので結構たくさん使うんですよね。しかもパスタが多めになったりとかもするので、大きなのでもね全然消費しちゃうので今回は2リッターのを買ってみました。次はオーガニックベビーリーフです。こういうねなんかオーガニックのサラダとかってほんとスーパーだとすごいちっちゃかったりとか、もしくはなかったりとかするんですよね、近所のスーパーだと。なのでこれだけ結構余裕あったら、でもね結構ねじゃペロッと食べちゃうので、これで2回分ぐらいかな。あっという間になくなっちゃいますね。これは 200g で498円です。今日のねパスタと一緒に食べたいと思います。 Next! ピーナッツバターのスキッピーです。これねアメリカにいた時からピーナッツバターはすごい好きで食べてたんですけど、日本に戻ってからはねそんなにね食べてなかったんですよね。でも最近ヴィーガンだとねあんまりスイーツとか気軽に買えないじゃないですか。なので最近発見したのはこのピーナッツバターね、原材料を見るとピーナッツ、砂糖、植物油、食塩、これだけなんですよね。これしかもねこれクランチーでねカリカリしてて、カリカリっていうかカリカリしててね歯ごたえあってすごい好きなんですけど、これをリッツのクラッカーに塗って食べるっていうのが私のおやつタイムになってます。でね、近くのスーパーでねちっちゃいサイズのやつが売ってるんですけど、それだと私が 4,5 回食べるとね終わっちゃうんですよね、いっぱいつけちゃうから。なので今回はこの大容量タイプ、1つでなんと 1.… ごめんなさいね、マイティが遊んでってね文句言ってますね。1つでなんと 1.36kg、 すっごいね大容量なんですよね。それが2個セット
2個じゃないと買えないんですよこれ。だからね、糖分ピーナッツバターは大丈夫っていう感じです。これで 1.36kg のものが2つで1798円です。これはねもう糖分なくならないと思います。ラスト、最後にアスパラガスです。じゃじゃん、 450g。 で普通のお店の倍ぐらいが入ってるように見えますよね。 450g で、これオーガニックじゃないんですけど598円です。ヴィーガンを目指してからはね、野菜をいっぱい、サラダをいっぱい食べるんで結構お野菜を買うんですけど、たまにね、アスパラとかあるとあんまり買わないのでね。でもこれだけあったらなんかいっぱいザクザク食べれそうですよね。なので今回ちょっとアスパラガスも買ってみました。迷って買わなかったのはアボカドですね。結構何個も入ってたので食べきれるかなどうかなっていうのが心配あったので今回は買いませんでした。あと玉ねぎ、玉ねぎもあれ何キロって書いてあったかな、持つのが一苦労ぐらいなちょっと重さで売ってたので、それもちょっと不安だったのでギブアップしました。あと愛犬に使う手足拭きシート、お尻拭きシート、あの赤ちゃんワイプ、あれも15個入りだったので今回は収納大丈夫かなと思ってギブアップしました。次回ね、買おうかどうしようかなって迷ってます。今後は私の定番品や新しくトライしてみたいものの商品のリストを作って効率よくお買い物できるようにしたいと思ってます。っていうのはコストコ結構混んでるので、結構ねお買い物時間にうろうろしてると時間かかっちゃうんですよね。次のコストコ動画は今回買ったもののレビューも含めてご紹介したいと思ってますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは。